昔々の寒い北国のお話です。険しい山の奥の奥、小さな村がありました。そこに模索という年寄りの木こりと、美濃吉という若い木こりが住んでいました。今夜は吹雪そうじゃな。そうだな、早めに山へ出かけようか。この親子は普段は木こりをしていますが、山々がすっぽり雪に包まれる頃になると鉄砲を持って漁に出かけるのです。二人は丘を越え、谷を渡り、山の奥へと入っていきました。ところがその日に限って山鳥の一羽、鹿の一頭も出てきません。おかしいな、どうしたんだろう。何、こんな日もあるさ。二人は獲物を探してどんどん山の奥へと入っていきました。いつの間にか空は重く沈んで、風と一緒に雪が降り始めました。いかん、降ってきやがった。おと、早く家へ帰らんと。とても間に合わん、家へ着くまでに凍えてしまう。近くに木こり小屋があったはずじゃ。二人は吹雪の山道を歩きました。あった、木こり小屋だ。おと、すぐそこだ。思ったより早く吹雪いてきたな。うん、明日の朝には吹雪も収まるじゃろう。少し横になってた方がいいぞ。うん、ほら、火が消えないように見てるから、音は先に休んでてくれ。チロチロと燃える囲炉裏の火に当たりながら、昼間の疲れからか二人はいつの間にか眠り込んでしまいました。あなたはまだ若くて命が美しく輝いています。今夜は命をもらうのはやめましょう。でもこのことは決して人に話してはいけません。もし誰かに話したら、その時はあなたの美しい命も凍らせてしまいます。夢を見ていたのでしょうか。美濃吉はそのまま気を失ってしまったのです。やがて朝になり、目が覚めた美濃吉は父の模索が凍え死んでいるのを見つけました。冬が過ぎ春が来て、夏が過ぎやがて秋になりました。美濃吉はすっかり無口になり、たった一人で寂しく暮らしていました。そしてまた山々が雪に包まれる冬がやってきました。ん？誰だい、こんな自分に。今開けるよ。そこには美しい娘が立っていました。旅の者です。道に迷って難儀をしています。今夜だけでも泊めていただけませんか。突然現れた美しい娘を見た美濃吉は、顔を真っ赤にしながら家の中へ入れてあげました。この雪だ、さぞ冷たかっただろう。ささ、何もないけど温かいものでも食べて。ありがとうございます。でも温かいものはちょっと。そうだな、あんまり暑くてもな。そうか、
猫舌なんだ。すみません。娘の名前はおゆきと言いました。二人はどちらからともなく心を寄せ合い、やがて夫婦となり、幸せな日々が流れていきました。あの雪の日以来無口だった美濃吉にもやっと笑顔が戻りました。本当にお雪のおかげだ。5人の子供にも恵まれた二人は、村の人々も羨むほど仲良く、そしてよく働きました。それは幸せな毎日でした。ただ心配なことに、夏の暑い日差しを受けるとお雪はふらふらと倒れてしまいます。優しい美濃吉はそんなお雪を助けて仲良く暮らしていました。不思議なことに、お雪は美濃吉の家に来た時のまま、いつまでも若くて綺麗でした。そしてある年の寒い冬の夜、なあおゆき、お前が嫁に来てくれて、おら本当に嬉しいよ。そういえばお前と初めて会ったのもこんな雪の日だったな。お前はちっとも変わらない。今でもあの時のように若くて、音にも見せてやりたかった。美濃吉はあの恐ろしい吹雪の夜のことをふと思い出していました。寒い夜だった。山で吹雪かれたオラたちは仕方なく木こり小屋へ避難したんだ。恐ろしい思いをしたことはね、今まで誰にも言わなかったけど、お前の顔見てたら思い出した。お前さん。ん？なんだい、おゆき。お前さん、その時何か約束しなかったかい？え？私はお前さんに言っておいたはずだよ。お前？私がその時の雪女です。あれほど約束したのにとうとう話してしまったんだね。私は言ったはずです。もしあのことを誰かに話したら、お前の命も凍らせてしまうと。でももうそれはできません。子供たちのことを思うと私にはできない。私が出ていきます。子供たちを頼みましたよ。おゆき、すまなかった。おゆき、俺が悪かった。戻ってきてくれ、おゆき。美濃吉は急いで外へ出ましたが、おゆきの姿は白い夜の中に溶け込んだように消えていました。おゆき。美濃吉は残された子供をおゆきの言う通り大切に育てました。そしておゆきとまた会える日を夢に見続けたのです。北国の冬の山には今でも雪女がいると人は言います。雪女は優しい美濃吉のことが忘れられないのか、それとも残した子供たちのことを思ってか、ヒューヒューと悲しい声を立てながら雪の山々を駆け巡っているということです。